ストライブニュース。今週は大阪梅田で開催された梅田ジャズ&ストリートダンスコンテストの模様をお伝えします。はい、このコンテストはビートライブでもインストラクターを務めるヤスさんのオーガナイズするコンテストで、去年は吹田で開催され、 TRF のサムさんがスペシャルゲスト審査員でした。はい、今年は梅田に場所を変え、スペシャル審査員にテレビ、CM で活躍中の TAKAHIRO さんを迎えての開催です。さあ、一体どんなコンテストだったのかご覧いただきましょう。ダンサーに応援のメッセージをお願いします。はい、プロになるには何をしたらいいのかっていうのを考えてほしいです。コンテストに出る、コンテストに勝ったらどうする、勝ってどうなってどうなってどうなって、夢を抱きながら夢に向かって必ず歩くことです。だから今日からもプロになるスタートができるので、今から始めてください。それが今日みたいにコンテストだったりするかもしれないし、バックダンサーのオーディションかもしれないし、インストラクターかもしれないし、人それぞれの夢があるので、プロっていっぱいあるんで、自分の夢を探して歩き出してください。 B-TRIBE TV。 今日のコンテストを終えて感想をお願いします。はい、今回初めて梅田というところで、しかも百貨店というところの中でやったので、すごく、バタバタしたんですけれども、でも、たくさんの方に応募いただいて、でその分やっぱりレベルもすごく高くて、やっぱりそういう意味では、やっぱりこれを2回3回と続けたら、また新しいスターが生まれるのかなと思っているので、またこれを来年も頑張って引き続きにやっていきたいと思います。はい、はい、残念ながら綾乃のチームは結果を残せませんでしたが、弟分のラフドッグスが3位入賞です。おめでとう。おめでとうございます。そしてジャズカテゴリーのキッズ部門、一般部門に優勝したチームは、京都真夏の祭典ナンバーワンサマーフェスタにも参加していたチームでした。そうですね、サマーフェスタでは入賞には絡めませんでしたが、審査員の高評価を得ていたのを覚えております。そこからさらにスキルアップして次の大会で優勝するという、この2チームね、なかなかリスペクトですね。コンテストに関わる皆さんが言うことですが、審査員が変われば評価も変わる、コンテストが変われば結果も変わるということで、何度挫折しても挑戦していく気持ちが大切ですね。ね、はい、続いてはインフォメーションコーナーです。